こんにちは、レトスの小野です。1月3日の3問に入っていきます。 A の B に対する貸金債務について、債権者 B の承諾なしに A 所有の土地を持って弁済することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、×ですね。代物弁済をする場合、債権者の承諾が必要です。今回の問題は債権者の承諾なしにと書いてあるので、これは誤りですね。債権者の承諾が必要です。で、代物弁済っていうのは簡単に言うと、お金を貸したらお金で返してもらうのが常識ですよね。でも、お金がない時に不動産とか債権などの別のものがある場合、その別のもので弁済する、これが代物弁済なんですよ。まあ、漢字見ていただいたらわかるんですけども、代わりに物で弁済するってことですね。で、この場合、債権者の承諾が必要だということです。普通に考えてみれば、これ当たり前ですよね。あなたがお金を貸した場合に、債務者が勝手に不動産で返してきたと言っても、これ困りますよね。この具体例考えたら当然だってことは明らかですよね。まあ、これは理解学習の中でも解説の理解っていう部分なんですけれども、これも一つですよね。理解学習の一つです。まあ、もっと重要なのは問題文の理解なんですけれども、まあ、無料の動画なので、その問題文の理解まではちょっとお伝えはできないんですけども、これも理解学習の一つなので、今後あなたがいろいろな問題にぶつかった時に、こういった解説を理解をするということを心がけて、まあ、こういった解説はあまり載ってませんので、そういった場合はもう調べる。専門書だったりとか、まあ、ネットとかですね。で、調べるということをぜひ行っていきましょう。で、個別書ではもうこういったところ調べずに、私の方で解説させていただきますので、もうどんどん効率よく勉強できるということです。理解学習ができれば、どんどん実力は上がります。理解学習ができるこの個別書を使えば、今年あなたも合格できるはずです。一緒に頑張っていきましょう。で、問2ですね。宅建業者 A が地主 B から B 所有の土地の売買に関する媒介依頼を受けた場合、 A は B に対して国土交通大臣の定める標準媒介契約約款によるものを使用しなければならない、丸か×かという問題です。これは誤りですね。国土交通大臣の定める標準媒介契約約款、これは別に使わなくてもいいんですね。で、この標準媒介契約約款っていうのは、国土交通大臣が指定した売買契約書のひな型なんですよ。で、この約款っていうのは非常に細かい内容なんですね。言い換えると、法律で定められている記載事項ってありますよね。売買契約書の記載事項よりももっと細かい内容が書かれているんですよ。なので、まあ、これを使った方がいいですよっていうふうに国土交通大臣は推奨はしているんですけれども、まあ、これを使わなかったとしても違反にはならないということです。つまり別にこれを使用する義務はないよっていうことですね。ただ、媒介契約書の記載事項の中に、その媒介契約がこの、標準媒介契約約款に基づくものであるかないかっていうものは記載しなければいけないんですね。だから、この約款使わないっていうのであれば、約款に基づくものではないというふうに記載すればよいということです。で、問3ですね。宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずる恐れの大きい市街地、または市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものについて指定される、丸か×かという問題です。で、これはもう正しいですね。宅地造成に伴い災害が生ずる恐れの大きい市街地、または市街地になろうとする土地の区域、これが宅地造成工事の規制区域の対象です。もうこれはもう頭に入れておきましょう。まあ、宅地造成っていうのは宅地にする工事です。宅地にする工事に伴って災害が生ずる恐れの大きい市街地っていうのは、まあ、崖崩れが起きそうなね、まあ、そういった区域っていうイメージですね。まあ、そういったところが宅地造成工事の規制区域の対象になるんだということです。またですね、必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聞くことになっていますので、これも合わせて覚えておきましょう。宅建試験は理解できれば合格できます。理解せずに勉強し続けたとしても、なかなか合格するのは難しいです。理解をすれば勉強は楽しくなるし、また合格もしやすくなります。具体例を使ったり、イメージしたり、理由付けをしたりして勉強を行っていくのが理解学習です。難しいな、何言ってるのか分かんないな、実力が上がってる実感がないな、もしそう思われているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。
個別指導では理解学習を行って一段一段実力を上げていただくことが可能です。もしあなたが次の試験で合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。